鳥ガールは、中村渡るによる日本の小説作品、及び2017年公開の実写映画。作者の中村の母校、芝浦工業大学をモデルに、鳥人間コンテスト選手権大会の常連である、同大学の人力飛行機チームたちの奮闘を描く、青春物語。流されるがままに生きてきた、鳥山幸奈は、一郎氏、理系大学に入学するが、 早々に、先輩、高橋圭に一目惚れしてしまい、彼に誘われ、鳥人間コンテストへの出場を目指す人力飛行サークルに入部することになった。雪菜は、彼と大空に羽ばたくことを夢見たが、組むことになったのは、彼のパートナーでヤンキーの先輩、坂場宏だった。土屋太志大鳥主演の実写映画で、2017年9月1日から、劇場公開。 鳥山幸奈が大学へ入った年を舞台に人力飛行サークルチームバードマントライアルへ入会した4月から坂場博とのコンビで人力タンデム飛行機のパイロットとして鳥人間コンテストへ出場するまでの奮闘や人間模様を描く。チームバードマントライアルは原作のモデルである芝浦工業大学に実在するが劇中では大学名を 夕日工業大学に改めている。また、2011年以降の鳥人間コンテストで実況を担当する、羽鳥り一や、初期のコンテストへ参加していた、轟ど二郎などが出演。第9回玉映画賞で、土屋太志大鳥が最優秀新進女優賞、間宮や翔太郎と、高杉誠中が最優秀新診断優賞を受賞。 学びのナレーションでオーディブルが2018年4月25日配信開始。ありがとうございます。